5月3日に行われたドラゴンズ戦は一時6点差をつけられ敗色濃厚かと思われましたが、そこから猛虎打線が爆発し、9回に木浪がタイムリーヒットを放ちさよなら。翌4日の試合でも8回に大山、佐藤のタイムリーで逆転し見事勝利。ゴールデンウィークに甲子園に詰めかけた多くの子どもたちを歓喜の渦に巻き込みました。このように前線を繰り広げているタイガースですが、一方で前年まで圧倒的な成績を誇っていた投手陣に異常事態が起きていると話題になっているのです。今回はこれからのタイガースの投手陣の起用法について話を進めていこうと思います。なお今回の動画は5月8日時点での情報で作成しています。富田の先発転向。現在のタイガースはエース青柳晃洋が3試合連続で3失点以上許して敗戦し、ベテラン西勇輝も防御率 5.40 と波に乗れず、さらに期待の若虎西純也も2軍降格を経験するなど、主力の先発投手陣が思うような結果を残すことができていません。このような異常事態を受けて岡田はルーキーに白羽の矢を立てました。5月7日、ここまでリリーフとして活躍してきたルーキー富田蓮の2軍降格が発表されました。富田は開幕1軍メンバー入りを果たし、ここまで7試合に登板し1勝0敗、防御率 3.38、 12球団のルーキーで一番乗りとなる白星を飾り、ここまで4試合連続無失点中と素晴らしい活躍を見せていました。そんな中での2軍降格ですから、富田に何かアクシデントがあったのではと心配した虎党も多くいたのではないでしょうか。しかし今回の2軍降格は富田の先発転向に伴う調整のためのものでした。5月3日の試合で早々に6失点を喫した西勇輝の次回登板について、岡田はちょっとまだわからんなと話しており、富田を先発で起用し、西勇輝にはある程度の時間を与えることが予想されます。今回の先発転向について富田自身も意気に感じているようです。自分の良さをしっかり出して、逆にいい機会だと思ってしっかりアピールできるようにやっていきたいです。さらに2軍監督を務める和田豊も今回の先発転向はいい決断であったと話します。富田のことはアマチュア時代から見ていますけど、先発でずっとやっていた投手なので全く不安もありませんし、本人もやりたいと思っているはずです。和田が話すように、富田はアマチュア時代に先発投手として輝かしい成績を残しています。岐阜県出身の富田は大垣商業高校で1年の秋からベンチ入り、2年の春からはエースとして活躍し、全国大会出場はなかったものの、県内では注目のサウスポーとして活躍しました。高校卒業後は大学に進学せず、プロ入りを見据えて社会人の強豪三菱自動車岡崎に入社します。1年目から公式戦に登板、2年目には早くもエースとなり、昨年行われた U23 ワールドカップ日本代表に選ばれました。同大会でも富田は大活躍、4試合に登板し防御率は驚異の 0.44、 16イニングを投げ21個の三振を奪うなど、能力の高さを遺憾なく発揮しました。富田の活躍もあり日本代表は優勝、富田は最優秀投手とベストナインを獲得、プロ入り前に十分すぎる結果を出しました。このような輝かしい実績を評価され、プロ入りへの道をつかみ取ることとなりますが、富田の担当スカウトを務めた筒井和也は実力だけでなくマウンド上で見せる姿勢に惹かれたと話します。キレのある変化球に伸びのあるストレートも非常に魅力の投手なんですが、物怖じすることなく自分のボールを投げ込んでいけることが一番の魅力じゃないでしょうか。プロ向きの性格をしていると思います。筒井が話すように、富田は入団会見で、自分は球速はそれほどないんですけど、バッターがキレを感じて空振りをしているんで、そういうキレが自分の持ち味、まっすぐに自信があるので最終的にはまっすぐで空振り三振を取りたい、このように話し、ルーキーとは思えない
自信に満ち溢れた口ぶりでコメントしました。これに対し岡田も、あの言葉聞いとったらどんな魔球を投げるんかな、左は貴重やし楽しみやな、このように話し、早くも興味を示していました。今回の先発転向は富田にとっては非常に大きなチャンスとなるでしょう。現在タイガースには伊藤将司や大竹耕太郎とライバルサウスポーがいますが、このチャンスをつかみ結果を残せばローテーション入りも夢ではありません。早ければ5月15日以降の一軍再昇格が考えられており、虎党にとっても楽しみなニュースとなりそうです。期待のルーキーが今度は先発マウンドで躍動する姿に期待しましょう。このように先発投手陣の異常事態に岡田も頭を悩ませている現状ですが、そんな中彗星のごとく現れたあの投手にはこれからも大きな期待がかけられそうです。大出世のシンデレラボーイ。今年のタイガースの先発投手陣において最も大きな活躍を見せている投手の一人に村上頌樹の名前が挙がることは間違いないでしょう。村上はここまで3試合先発マウンドに上がり、2勝0敗、許したヒットはわずか5本、失点は未だに許しておらず、防御率は 0.00、 驚異的な成績を残しています。そんな村上の今後の起用法に関して岡田は、大事な週頭の火曜日を託すと話しています。村上は火曜日行くよ、あんまり間隔を空けてもありやしな。大事なカード初戦は本来エース級のピッチャーが当てられることで通例ですが、そのエースである青柳が前述したようにここまで絶不調、そのような背景もあって村上を抜擢した岡田ですが、その青柳に関しては、青柳はずらすよ、どっかは分からんけど水曜日ではないよ、このように話しており、現時点では村上は青柳よりも信頼度が高い現状があります。村上はルーキーである2021年に2試合登板して以降、1軍での登板機会がなく2軍でチャンスを伺っていました。しかし今シーズン初登板となったジャイアンツ戦で7回パーフェクトピッチングを見せると、以降も相手打線を完全に封じ込め完封も記録。突然現れた若虎の出現に虎党は SNS 上でも大きな盛り上がりを見せました。虎の村上様や、打たれる棋戦ほんますごい、このままローテーション定着してくれ。今シーズンの素晴らしい活躍には球界の OB からも高い評価を得ており、タイガース OB の下柳剛は自身のチャンネルで村上が打たれない理由を詳しく説明しました。まっすぐに力があるし、立ち上がりからボールが低めに集まっている、カウントが悪くなってもクイックで投げたりいろんな工夫ができているね、スライダーとカーブでカウントも取れるからものすごく投球の幅が広がってる、故障さえなければ10勝ぐらいできるピッチャーになれると思うね、このように高い評価を与えました。さらに今年の村上は新人王の資格もあり、新人王獲得が期待されていますが、岡田は村上の新人王獲得に関しては次のようにコメントしました。村上に関しては普通通り投げさせただけやん、そんなんを意識して投げさせるわけじゃないよ、本人も分かってると思うけどな、あくまで目の前の試合に集中させると話しました。岡田自身も新人王獲得の経験があり、新人王を獲得すれば村上は一皮むけるのではという記者からの質問に関しては笑みを浮かべながら次のように話しました。もうむけてるんじゃん、取ったからむけるとかじゃなしにな、でも若いピッチャーはゲームで投げて勝てばすごく自信になると思うからな、でもここまで村上の話が出るとは誰も思ってなかったやろ、それは村上がちゃんと結果を残してそういう地位をつかんだわけやからな、大したもんよやっぱりな。このように結果を残したことによりすでに大きな変貌を遂げていると話しました。5月9日の甲子園で行われるヤクルト戦の先発マウンドに上がる村上がどのようなパフォーマンスを見せるのか、虎党のみならず全ての野球ファンから注目が集まることとなるでしょう。ここまで話してきたように
現在の先発投手陣は苦しんでいる投手と目覚ましい活躍を見せている投手の差がはっきりとしている現状があります。しかし2軍に目を向けてみれば、さらに苦しんでいる投手たちが多くいる現状がありました。2軍投手陣も苦しんでいる？現在タイガースの2軍で先発投手としてマウンドに上がっているのは桐敷拓磨、川原陸、ブライアン・ケラー、秋山拓実、森木大地、鈴木隼人以上の選手がメインで起用されていますが、飛び抜けた成績を残している選手がいるかと言われれば言葉に詰まる現状があります。今シーズン開幕2戦目に登板した秋山は2軍降格以降1軍再昇格を目指し日々奮闘していますが、ここまでは思ったような成績を残すことができていません。ここまで3試合に登板し0勝1敗防御率 4.67 と中堅の秋山にとっては非常に寂しい成績となっています。秋山は2軍降格後初登板となった4月14日のホークス戦では7回を投げ5安打1失点と好投したものの、翌試合登板となった4月23日のドラゴンズ戦では10安打を許し4失点7回途中にマウンドを降りることとなりました。さらに5月3日のホークス戦では4回を投げ7安打を許し4失点早くもマウンドを降りることとなってしまいました。このように開幕2戦目のマウンドを手にした秋山が2軍でも思うような結果を残せていません。このような苦しいシーズンを送っているのは秋山だけでなく2年目の若手森木も同様なようです。森木は昨年首の張りが発覚し、キャンプでは思うような時間を過ごすことができませんでした。しかし3月に入ってからは実戦復帰し、現在は2軍で5試合に登板しています。しかしここまでは0勝2敗とまだ白星を挙げることができておらず、許したヒットは20本とイニング数以上のヒットを与えてしまっています。防御率 8.83 が物語っているように、1軍昇格への道はまだまだ遠いものになりそうです。昨年ルーキーだった森木は2軍で14試合に登板し4勝2敗、防御率 4.08、 奪った三振は投球回を上回る58個と高卒1年目としては上々の成績を残しました。それだけに今シーズンはさらなる期待がかけられていましたが、ここまでは虎党にとっても本人にとっても残念な結果となっています。そして春季キャンプでは1軍スタートとなった桐敷も6試合に登板し2勝2敗、防御率 6.03。 1軍では伊藤将司と大竹耕太郎が好投しており、そこに富田が割って入ろうとしていますから、これから桐敷がサウスポーとして1軍の先発ローテーションに入るためには飛び抜けた結果が必要になってきます。その他にも新助っ人のブライアン・ケラーは2勝1敗と勝ち越してはいるものの、防御率 3.45 と飛び抜けた成績を残しているわけではなく、早期での1軍昇格の可能性は低いと考えられます。このように2軍の先発投手陣はここまで非常に苦しいシーズンを送っており、1軍に上がる可能性がある選手は現状ではいないというのが現実でしょう。ナルハマで2軍選手の活躍を目の当たりにしている熱心なトラトーからも嘆きの声が上がっています。2軍のピッチャー陣地味にやばいな、今年は1軍も不安定なだけにシーズン終盤が怖いな、森木くん期待してるんだけどな。長いシーズンを乗り切るためには1軍のメンバーだけではなく2軍を含めたチーム全員の力が必要となってきます。これから鳴尾浜で躍動して甲子園に戦いの場を移すことができる選手は現れるのでしょうか。新たな戦力の出現に期待です。ここまでタイガースの投手陣の活躍について話を広げてきましたが、昨年まで投手コーチを務めたあのコーチが今年の采配に対してコメントしました。岡田采配に待ったをかける元コーチ。昨年まで活躍してきた選手たちが今年に入って不調が続いている傾向にあるタイガースですが、それは昨年大ブレイクを果たした浜地真澄に関しても言えることでしょう。浜地は
昨年51試合に登板し、防御率 1.14、 自責点はわずか6と素晴らしいパフォーマンスを見せていました。しかし今年は開幕直後から不安定な投球が続いており、4月11日のジャイアンツ戦では3番手としてマウンドに上がったものの、ホームランを2本浴びてしまい、ワンアウトしか取ることができず4失点の大炎上。試合後、岡田は浜地に対して、ちょっと考えなあかんな、これだけ打たれとったらな、とコメントし、翌12日にはその言葉通り2軍降格が告げられました。昨年までとは明らかにパフォーマンスに差がある浜地ですが、ここまでの浜地に対して昨年までブルペンコーチを務めていた金村悟は次のように言及しました。キャンプから見ていて良くなかったんですよ。でもなんだかんだ抑えていたんです。それで岡田監督が8パターンに入れちゃってたんですけど、僕だったらまず入れてなかったです。やはり投手として長く現役を続け、投手コーチとしても素晴らしい実績を持つ金村だからこそ分かる何かがあったのでしょう。さらに金村は浜地が現在のような結果になってしまっていることに関しても詳しく次のように話しました。浜地はめちゃくちゃ動画を見たりして情報を入れる子なんです。今年のキャンプで見た時もフォームが全然違ってて、話を聞いたらいろいろ試してるんですって言うんです。正直僕が見る限りそのフォームが全然良くなかったんです。もし今僕が彼にアドバイスをするなら、去年のフォームに戻して落ちるボールを覚えなさい、それだけです。金村が話すには、浜地は常に変化を求めるあまりいい部分さえも変えてしまうところがあるというのです。このような傾向は大ブレイクを果たした昨年の春季キャンプでもあったと金村は話しました。去年のキャンプ中もほんとボロボロで、矢野さんもキャンプ終わったら2軍だって言ってたんですけど、もう見ていられなくて、そこで僕が言ったんです。入ってきた時のフォームに戻せって。彼は研究熱心だし、これまでの努力を無駄にするようなことはしちゃいけないと思ったんで何も言わなかったんです。だけどもう時間がないと思って言いました。金村の助言を受けてフォームを戻した浜地は大きく変貌を遂げて大ブレイクを果たしました。やはり金村の軽眼はさすがのものがありますね。このように金村は岡田の浜地起用はまだ早かったと話しており、以前には岩貞を先発として起用することを明言していた岡田に対しても次のように話していました。彼が先発をするならコントロールをもっと意識しないといけない。先発に挑戦するならコントロールの改善と新しい球種を一つ習得する必要があります。僕は岡田監督には中継ぎで起用することをお勧めしたいです。このように岩貞のリリーフ起用を進言。さらに岩貞の能力を鑑みてもリリーフ適性があると話しました。1イニングのセットアッパーとして準備すれば負担も減る。あれだけの力のある球を持つ選手です。しっかり1イニングを任した方が間違いなくパフォーマンスが出ます。その後岩貞は2軍降格を得て、昨年同様リリーフとして起用されることとなりました。もちろん金村は采配指定をしているのではなく、最善の策を講じるのであればこうなるという意見を述べているだけではありますが、現在に至るまでは金村のコメント通りの結果となっている現状があります。岡田は監督就任時から大きな期待をかけられていましたが、投手起用に関しては不安があるという虎党の声も多く上がっていたのは事実です。これから長く続くシーズンを戦うためには様々な意見を踏襲する必要があるでしょう。これまでにない岡田采配を披露して18年ぶりのアレを達成することを期待しましょう。